上運動食ウタニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマートのお母さん食堂味噌チキンカツを食べたいと思います。味噌カツって前に本場名古屋で食べたことあるんですけど、大体味噌カツはとんかつのイメージですね。これはチキンなのでまた味わいが違うのかな。それではチャンネル登録よろしくお願いします。味噌だけじゃなく味噌なんか味噌キャツだけじゃなくてキャベツとかパスタとかも入ってますね。これは美味しそうです。残念ですね。ではいただきます。甘辛い味噌ダレがお肉、野菜、パスタの全てに絡んでとっても美味しかったです。もうどれも相性が良かったですね。お肉は分厚くて食べ応えもあり、野菜もしっかり歯応えがあって、パスタも程よく吸うことができます。それに味噌ダレが入ることによってそれぞれに甘辛さが加わってきてとっても美味しかったです。味噌ダレが好きな方にはぜひおすすめしたいチキンカツだと思いましたので、こちらも提出させていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終演お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。